You're listening to Inter FM 897. Ladies and gentlemen, the real music station.どうアトル・オン・スフィアで多分ゲストにお迎えするの初めてですね、多分ね、はい、だから僕はしげ君とか前ジョージ・ウィリアムスでやってた夜の番組でセイモスと行ってまして、はいはい、ケンはただ友達として来て嘘でしょいやっていうかさちょっと言わせてもらっていい今日もう本当に呼んでくださって本当にありがとうございますっていうのをまず言いたいんだけど、うん昨日の夜、何時あれ、うん、9時ぐらい夜のそうそうそうリハ終わった後ですからね、俺たち9時か10時ぐらいに、うん、太郎から、うん、明日来なよって言われてすっげえ軽い誘いが来て、もうフランクなね、いや誘いがその前に金曜日に、うん、ケン何してるって言って、うん、で、大体その要件を言うとケンは無理だって言うから先に相手がお先に抑えしてそうそうそうそしたらケンも大体疑って何っていう返事が来てそれを送った それで、あこういうのがあるんだけどって言ったらああって言ってそこでその後思い出してあそういえば明日デイブ・フロムいないから留守だから来ないって言ったら来てくれるっていうからいやあれですよデイブがいても全然来ますよもちろん、うんうんうん、なんだけどでちょっとアトムのメンズあいつでもちょっと威圧的なとこあるからあのね聞いてていつも車乗りながらねこの番組聞いてるじゃないですか、うん、そうするとデーブさん の批評っていうか、うん、なんか心が入ってない時のコメントがめちゃめちゃ怖いからこれは下手に曲かけてくれって言わない方がいいんだなっていうような恐怖感はありますね作り手としては、ね、でもすごく、うん、いいやつなんですよいやいやもうホロになってるからおやつ本当に、ね、なんかそう威圧感があるとかみんな怖いとかってなんか新人の DJ とか挨拶しに来ると、はいはいはい、オープニング喋っておけばいいじゃないって、はい、僕はこういう感じなんで、はい、どうぞみたいになるんだけどいやちょっとデビさん怖いのすいませんもうあんなに優しいっていうかねいや僕も、うん、ほら昔インターフェームで番組やってたじゃないですか13 days だっけ13 days 名前もちょっと覚えてないやってた時に、うん、デイブが座ってて、うん、怖かったもん普通になんだけど、うん、話すと全然違うんだなと思ってさらに酔っ払うと全然違うんだなそうなんだよそうそうそうじゃあ酔っ払わせばいいってこと酔っ払わせてしまうと昔は手つけられなくてそうだったそっちだでもここ数年は本当におとなしくてあそうなんだ全然ここ数年は本当におとなしくてっていうだから去年ぐらいからちょっとおとなしくなってしまってなんか秋を境に、うん、去年の秋からずっと競走馬の話してるここ数年はおとなしくなってるよ何を言ってんだよ人ですね、そんなアトムのスピアの話ですけど、ねはい、ありがとうございます、はい、最初に告知とかしちゃった方がいいのかな先にやっちゃおうか、うん、言えないことは全部今日言ってくれ言えないことは言っちゃダメ8年ぶりぐらいのアルバムを、うん今年のいつ5月2月じゃないあ4月4月に誰も全然分かってんの出てたあそうだった全然知らなかった8年ぶりのセカンドアルバムを今年の4月に出しまして、うん、2回ワールドカップ見送ってそうですね、そうですね、で、まあ、で、まあ、いいアルバムを出せたと思ってるんですが、うん今月の11月30日に、うん、アトモスフィアのワンマンを新宿でやります、はい、これがタイミングだったんですねあそうか、それでリハやっててそうなんですよ、はい、新宿の、はいうん、サイエンスサイエンス、はいうんただ、うん、ただソールドしてるから、うん、それもう言いたかった、言いたいんだよねそうもう久々にソールドしたからこれただ言いたいんだよだけなんちょっとソールドしたんだって話ちょっとソールドしちゃってるからこれでプロモーションだからさ、うん、そうそうそう、ね、まあまあでもソールドしてるけどね、ソールドしちゃってるんだけど、顔は伝わらないからそれもう口もう言葉でソールドしちゃってるんだけど、ねうん、でもそうすると追加コメントだ多分あるんじゃないですかね。あ追加はないんだけど、当日券はない。あ、当日券もない。あ、これも痛かったんだね。行ってみたかった、これなんか。残念。たまにあるじゃないですか。東京ドーム、いやー、売り切れちゃってたみたいな。斜めにソールダウン。そう、まあ、入ってるけど、これ行ってみたかったな。まあでも、初めてかも、俺。アトモスフィア、8年ぶりにやる気出してるので、うん、来年も、まあ、もちろんライブやると思うんで。うんはい、それこそだって俺、本当にアトモスフィアがやって、
た8年前の多分ユニットを見に行ってて、うん、あはいはいはい、はい、そうユニット、うん、あれだから夜までやったやつかな、あそう夜までやったやつ、それ見に行って動かない剣っていうのを見てね、あんまりあんまりね、そう、ボビー・ギレスビー風にしてんのかな。じゃあの当時ちょっと俺ちょっとカッコつけて、あの剣要はあの他のねバンドでは暴れて、うん、暴れてるけど、うん、うちではちょシュッとしといてみたいな感じの指令を出した、すごい間違えた指令出してて、うん、ごめんね。いやいやいや、ちゃんと言うこと聞くんですよ、ね、最近聞かないけど、あの6年目から聞かなくなってて、アトモスフィアはあの茂雄が一応リーダーという、まあまあまあ、あので他の2人のことを話すと、うん、ベースに携帯も、はい、ビートクルセイダーズとか、ね、ブジャビンビンっていうバンドもやってるんだけど、うん、であとドラゴンアッシュのドラムのサクちゃん、この4人でやってて、すごいメンツだもんね。そうなんですよ。だからやっぱりスケジュール合わなくて8年間。そうそうそう、もうあのそういうね、今日アイドルグループみたいな、多分いつでこういうのでいいんだみたいな。今日もだってドラゴンアッシュ、サクちゃんはドラゴンアッシュでライブをやってるんで。そう、あリハのねセブンセブンスっていう7人で、今まで5人でツアーしてて、うん、人のプロモーションどうでもいいんだけど、5人でやってて7人になったんですよ今度ね。7人のツアーがこれから始まるんだけど、それの初日でっていう感じですね。今日ライブ今頃バーッ叩いてるんですか。すごい。だからいくつかバンド掛け持ったりするとどっか混乱しないのかなと思って。もう素人みたいな質問しだしちゃってる。どんだけ掛け持ってる。ちなみにシゲオは今ちょうどアトモスフィアも出したばっかりなんだけど、うん、自分のもう一個のバンドのセーモスっていう、ね、前になんか、うん、送ったかもしれないですけど。そうそうそう。でそれ。の、が、10月の23日間にアルバムが出て、うん、で実はこの、アトムがやる30日の前日29日に渋谷でまたこれもライブやるんですけど、だからそういう意味で言ったら、うん、いろんなバンドやっててごっちゃになっちゃってます、まあ、俺がごっちゃになってるけど今すいませんなんだけど、そうそういろいろみんなやってて、ただまあ地方から来る人とか見やすいんじゃないかな、2連続とかし、ああねっていうような、そうそうまとめてまとめてお願いしますみたいな、そうだバーターっていうのね、これでもあのごめんなさい、新宿はソールドなんですよ、あっ見たい、これ言いたいですもんねめったにいないからいっていう、ね、4年に1回ぐらいしかないっていうか、お供で聞きに来てください、そうですねね、ええ感じですね、はい、じゃあ今日のテーマなんですけど、もし〇〇だったら〇〇っていうテーマなんですけど、すっげえ甘い、お二人にはもし〇〇だったら〇〇ってありますか。もし〇〇だったら〇〇って全部大事なところは全部抜けてるんですよなるほど、え本当に、うん、本当本当もし〇〇だったら〇〇、うん、でもその〇〇〇〇は埋めればいいの、埋めればいい、もし〇〇、いや ふと、まあ、あの全然もう着てたもので、うん、あの昨日今日の話だからあれなんですけど、うん、今日僕迷彩のジャケット着てて、うん、もし迷彩だったら怪しいですか、あでこれなんか、うん、あーって言われて面白くない感じになっちゃった大喜利のコーナーみたいな、あーみたいな怪しいのかな、迷彩ってどうなんだ、どうなんだ、さっき怪しまれた、ね、怪しまれた、うん、あのそうそうそう、さっき結構大変な、すごいお腹痛くなっちゃって下で、うん、でまだ入館証出てなかったから、ここのでトイレ行けないじゃないですか、入れないから、うん、だからちょっとコンビニまで行こうとしたらものすごい怪しい目で見られて、やっぱこの辺で迷彩のジャケットちょっとダメなのヒゲの迷彩でこれだと反政府的な感じになっちゃうから、そんなことないんですけどね。そうでもそれで言ったら俺も大昔にあの某あの半蔵門の方の、はいはい、曲でエコロジーの番組を俺やってたことがあって、やってんだよ、いや本当にそれでその時に新聞の取材が来るって言った時、やっぱり迷彩でベレー帽みたいなのかぶって、それが新聞に写真に載ったそれはちょっとエコのこと語ってる、面白い、ちょっとそうか、そっち系か、あともいや、乗ったら失礼かなっていう、いやいや、なんか聞くなと思って残響ね、乗ったら余韻まで、ちょ待って、乗ったら失礼って今曲流れてあれでずっと喋ってた、まあまあまあ、いやいや、電波にでしょ、そう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 、リスナーの皆さんに対してこれピーター・バラカンスタイル、あーなるほど、あのイントロ乗らない、はい、アウトロ乗らない、あそうなんだ、そうそうそう、リチギな曲を歌う、リチギな、リチギな時間を長くとってそうそうそう、俺でもピーター・バラ、俺の修行もそうだよね、うん、大ファンなの、超好きですね、うん、へえ、曲調っていう感じですよね、元の、あ、うん、あ、そう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 、でこの間、ピーターさんのイベントっていうのが毎年あって、うん、そこに俺は毎年顔出しに行くんだけど、はいはいはい、
インターフェムでずいぶん長くやってるのに、うん、毎回入り口で止められてるみたいなのを聞いたに文句言うっていう。また今年も止められたんだけど、ピーターさんって。あ、そうなの。ね、俺この間息子さんに会って、シンバラが。そうそう、息子さんのにあのプロモーションしに行ったんですけど、うん、職場に。そしたら名刺もらってちょっと上がっちゃいましたね。バラカンビートの息子やないけ。番組名で。そうそうそう。そうですか。まあでも8年ぶりということなんで、もう発売になってますね。春先2月4月4月7月に発売になったということなんで、お手に取っていただきたいと思います。今日は全部流せるということなんでね。もうじゃあ喋るとこないな。喋るとこない。どうですか皆さん。僕は最近あのこの間これ番組でも言ったんですけど、ちょっとあの変わった外に出ると変わった人に遭遇するんですよ。この間ライブ見に行く前に一人で回転寿司にいたんですけど、で貝を粒貝食べたら美味しかったんで貝を連続で注文してたら、隣に一人で来てた女の人がいて、貝ばっかり。えっ、なんだもん、セリフじゃねえんだよ。いいじゃねえかと思って。面白いですね。